来た来た来たよ。懐かしい。そうなんだ。わお。VIP。私もそうだけど、顔クオも久しぶり。ボンちゃんおじいちゃん、ボンちゃんおじいちゃんってなんかコンパクトでいいですね。昔よく来たわ。なんか日本の本社からお偉いさんが来た時に私が迎えに来なきゃいけなくて、あ、来た来た、よく、すごい懐かしい。なー、映ってるかな。それだそれだ、ついてる。来た来た来たよ、来た来た来た、あーやっほー、久しぶりー、わーさん、わーさん、久しぶり、久しぶり、お疲れ様、お疲れ様、そういしー、コグリチューラーよ、お疲れ様。これ、なんか面白いと思ってるんだけど、何これ、へぇー、いいね、それじゃあ、外に出よう。はい、ここからタクシーに乗ってホテルまで行きます。1つ目のね、タクシーで。懐かしい。なんで懐かしいの、なんで。あー、乗り換えなければならないので。あ、部下行ったんだ。あ、そう、そっか、そっか。ただ、ちょっと出ておいていきます。タクシーはね、どうしよう、ファンブシャカメラどうしてへんの、そういう足、そう、ジョアンジョウシュっていうか、はい、そうします。どうしよう、どうだっけ。いやー、よかった。改めてご紹介します、私のいとこのあっちゃん。今ね、動画のね、掲載許可をいただきました。どうですか、上海、どんな感じ。赤ちゃんいるからっていうので全部通してくれたり、あの、そう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 、空港の職員の人が優しくしてたり。あ、そうなんだ、やっぱそうなんだ。フランスと全然違う。あ、そうなんだ。そう、フランスは赤ちゃんがいようと、そう、ちゃんと並べって感じだね。でもそこは上海ね、結構、あ、そうか、子供いる人に優しい。そうそうそう。はーい、タオラー着きましたよ。うわお。おー、すごい、私こうやって入るの初めてなんだけど、うわ、嬉しい。なんか超リッチになった気分、自分止まんないけど。チェックインしまーす。あ、ボボイス。
33回目。43階のラウンジに行きました。ザウン、クラブ VIP、 すごいね、 VIP だよ本当に。クラブラウンジでチェックインします。43階からの景色、うわ、ずっと走ってきたと。まだあんなに古い家が残ってるのは。三次シール43階。こんなとこに来れると思わなかった。はい、お部屋の方に向かいます。なんか絨毯がさ、ふかふかなんだね。すごいふふふ。380238。お、端ですね。お、端っこ。ゴー、わー、ちゃんとお風呂が、わー、わー、なんかいい匂いがする。ちゃんとバスタブもある。わー、広い。意識チェック、じゃじゃーん。わあわあわあ、古い町並みと新しい町並みが混在してる。この町並みを上から見れるの嬉しいな。おおおおおお、すごいね。じゃあ今日はこういう感じで帰って、明日またランチします。いいだ。大嫌いなの。はい。狭いところがちょっとあれなんでしょう。掃除機。そうなんだ。ああ、うちもダメ。掃除機あんま使わないようにしてる。はい。はい。というわけで、じゃあ私たちはじゃあ適当に。はい。じゃあまた明日。はい。またね。はい。あらあらあら。すごい乗り切れる。しかもしかも。やったよ。パリと比べたらもう全然。